はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は投手でココロちゃんを使ってやっていきたいと思います。世渡り上手持ってますね。で、ココロちゃんはルナちゃんとのねコンボがありますので、二股にはなっちゃうんですけれども、ルナちゃん連れてきてます。あとはバンプなんでね、アヘ編で来るのがいいかなと思いますので、神楽坂くん、神高、サンタ立川、技術要員のまともざわで編成してます。まあ、これでやっていきましょう。コツが来ているので2つあるね。神高、友沢、これはまあルナちゃんがいるのでここにしましょう。スライダーはねなるべく早めに教えていただきたい。脱散か。まあ神高もねコツは優秀ですよね。脱三振低めと金徳でね本当に体力を奪われるのと、まあ不確定っていうところが痛いですね。まあそれがね本当になくなっちゃうとかなりの強キャラになっちゃうんで、まあ、そこはしょうがないといえばしょうがないんですけど、立川友沢の評価を上げていくかどうしようか。二股とはいえ一応ルナちゃん最優先に上げていこう。どっちかは告白来るんじゃないかっていうね感じではあるんですけど、どっちも来ないっていう可能性もあるんでね。で、そうココロちゃんね、投手でやった場合は金徳が強心臓かクロスキャノンなんですけれども、ちょっとね骸骨用意できるのが強心臓のねタイピンの方なんで、まあ、一応強心臓狙いでいきます。対強打者が強いのか、剛速球ってことは何なの。まあ肩が強いのはもちろんのこと、やっぱ足腰もね必要みたいですよね。桑田真澄投手はなんかそのピッチング教室みたいなやつで足の方が、手より足の方が力が強いんで足を使ったピッチングをしましょうみたいなことをなんかの YouTube で見たことがあります。体力はだいぶ減ってるけど2人か。でもメンタルで練習できなそうだな。次はネオ、君のストロングポイント、練習相手にしよう。よくわかんないこれ。めった打ちにされてんじゃねえかよ。スバルだったらさあれだよね、落ち込んじゃいそうだよね、めった打ちにされて。お、これは3人。ココロちゃんがいるけど、ルナちゃんは乗ってるといえば乗ってるけど、やっぱり3人評価あげたいね。まあ次はココロちゃんの評価を上げつつ、まあみんなの評価上げというところでやっていきますか。ミサちゃんとか関係ないもんね。肝心のココロちゃんがいない。監督、神楽坂、友沢だな。やっぱり監督もね何回か追わないといけないっていうところがバンプですからね。お、これは回復をしておこう。投手はね結構変化球で体力を使われるんで上限もね上げておきたいんですけど、まあ、こういう時は回復でまた練習をしていきましょう。おっとっとっと、強化か。人がいる。敏捷ってちなみにどうなの。36取れんのか。まあ、別にねルナちゃんは変幻自在でいいんで、人がいっぱいいるんでここにしましょうか。技術も取れるし。32、16、100、100だから250くらいは取れたか。でここは笑いにしておきましょう。どうしてもねルナちゃんのね打球反応があるんで、打球反応はねまあ毎回毎回言ってるんですけど、てか
結構悩むな。ココロちゃんですか。だってここいいよね、ルナちゃんいるし。打球反応2回はつかみたくないけど、敏捷ポイントの関係からね、3で取るっていうのもちょっときついみたいな。これで打球反応はただ OK ですね。ココロちゃんの評価が上がってない。みんななかなかね、いい練習をしてくれるからね。立川かルナちゃんか。立川はね、やっぱりタイピンを取っておきたいっていうのがあるんだよね。1人、神楽坂くんの評価も上げつつ、いや悩むな。立川はちょっとコツが多いからね、タイピンが安定するかって言われると安定はしないんで、対強打者はまあ取っておいて、ちょっと立川でいきましょう。まあ、最悪ね、イベントでちょいちょいタイピンは取れるんで、まあ、ルナちゃんに勝てればの話だけど、あとね、立川のお疲れもあるんで、魅了か。ココロちゃんでいきましょう、これは。最悪、ココロちゃん、魅了するか。ルナちゃんの告白も来てないしね、まだ。10月も半ばというのに。おお、そうか。バンプはね、なんか肛門じゃないからね。これ肛門なんだけど、肛門に見えないからね。普通の高校だとさ、なんかこう肛門前で告白するからさ、起きたってすぐ分かるけど、ここはなんか分かりづらい。神高と監督か。メンタルにいるのもいいよね、立川。神高がまだ乗ってないからな。で、監督も上げておきたいけど、回復しつつ立川か。悩むね、これは悩むね。どうしよう。次が練習できると考えれば立川でいくか。タイピンをもらいたいけど練習が多いね。よし、お疲れ。とりあえずこれで1でしょ。だとルナちゃんで1でしょ。で、1回掴めば OK でしょ。他乗ってない。そう、ルナちゃんがね、結構評価がね、上がるのが遅いんですよね。イベントとかでもね、評価が上がんないんで。あれ、ちなみに何になったの。刺激だっけ。あんまり見てなかったな。見てなかったっていうか気にしてなかったな。そろそろ、そうだよね。ただこれはもう刺激をしなきゃいけない。溜まってないけど止めておこう。もったいないね。もったいないっていうか、まだ11月だからしょうがないんだけどね。で、今回ココロちゃんも連れてきてる関係で、やっぱお守りを持ってきてるんで、回復アイテムがね、ないんですよ。4ターン止めか。ココロちゃんも止まるんだ。これ回復できるのいいよね。どうせ4回連続なんて練習できないから、ここで回復しておこう。吸収。変化球って3回練習できるか。いや、できないよね。あ、告白来た。相手いると。そんなにキョロキョロすることかって思うけどね。この話、別にさ、体幹が弱いって言われてもあんまり恥ずかしくはないと思うんだけど。あ、牽制がもらえるんだね。あれ、上がってる。あ、違う、神楽坂くんが来てくれたんだ。一人しかタックがいねえ。まあしょうがない、こっからよ、こっから。みんなの評価を上げつつ、あれ、俺何、ブブくんって名前なの、そういえば。あ、そうだね。なんか前もブってあったよな。ルナちゃんが乗ったか。3回いけるかこれ。あ、ココロちゃんがあれか、体力マイナス持ってんのか。そうだね、22しか下がらないからね。いや、いいね、ココロちゃんのおかげでもう一回練習できそうだ。しかも
評価が上がってくれればなおよしで、しかもラブパも発動した。最後の1回で危ねえ、なんかここでさ神高が体力を奪ってくるみたいな感じになるときつかったけど、神高の金徳って1回目で体力奪ってきたっけ。まあここでね精神ポイントを稼いでおきましょう。3人乗ったね、よしよしよし、最後だけ。いやでも友沢がいるからやっぱりね技術すごいよね。あとはねルシファー枠が欲しいんだよね、精神ポイントを持ってるやつ。あここで回復できるのか。いやいいねいいね、この刺激は序盤にしてはかなり効果を発揮したねまああれだな、もう練習はできないよこれは。精神ってどうなの、死ぬか。あーまあいいや、99で取っておくか。彼女2人組から取ろう。どっちも彼女ではないからね厳密にはなんか2人ともそういう微妙な立ち位置ってなんか悲しいな。監督の評価を上げておきますか。これはちょっと待ってね、変化球スライダーはまあ置いとくとして、シンカーとかにしとく。2球種を伸ばしていこうかな、2球種を伸ばしていこう。とりあえず5-5あたりにしておいて、で変化球が余ったら3球締めも手を出すか。あそっか俺弱たり上手か。12月の3週か、これは火をつけよう。いいね、経験点手に入るよねかなり。で立川は回復する必要がないんで、走ろうかってなんだっけ、こういう風にすると結構体力回復するよね。雪だるまを作って、あ普通に回復するわ。あ怪我しにくさと技術か。で心ちゃんのクリスマスね。まあルナちゃんは評価低いからね、まあ、低いっていうか低くはないけど上がらないからね。お私のプレゼント、おこれはこれで勝ち運、よし勝ち運はまだ置いといていいよね。それ全然コツ来てないな小倉坂くんとか魅了、もう魅了は必要ないからな。で2回目なのでくまなく観察をしましょう。そう神高をね入れてきたのはあれなんですよ、低め丸を持ってるからっていうのも結構大きな理由で、あとはここで大吉が出てくれれば。ここはまあ普通だよね、まあ、プラゴを借りてるから少し多めではありますけど、小吉でも体力回復か。属性が変わったらちょっとデートを進めて調節していく方向にしようかな。変わらない魅了のまんまだ。そして爆弾、ルナちゃんからね根性ももらっておきたいけど、まだ練習できるよね。コツ2人か、友沢がいるのか、技術は結構溢れそうだな、どうしようかな。タイピンは1でしょ、奪三振はもう取っちゃおう。あとは立川って勝ち運は持ってたんだっけ、なんだっけもう忘れちゃった。勝ち運は持ってないのか、あ怪我しにくさも一応持ってるけどな、怪我しにくさを今の段階で潰すのはちょっときついからな。
伸びもな一回じゃ取れないからな。ここはいやダブルタックだもんな。ただワンタックだったら確実にコツに行ったんだけどな。110、120くらいは取れんのか。属性が刺激になりそうだね。いやこっちで行こう。経験点に目がくるもし未了解。またあれ次もう無理かな。練習は魅了発動させないとダメかな。あこれダメだね、完全にダメだね。一応見よう。1人神楽坂君か。吸血しますか。どうする。ミサちゃんは別に魅了できないしね。スカートさん魅了しとこう意味ないけど。よしここで精密機械をゲットですね。いや本当にさ魅了もさ基本評価がねちょっと上がってほしいよね。一応いる。お二人さんは無理。お出かけしましょう。体力がないのでどうしようかな。ココロちゃんで行こう。でココロちゃんは1回目のデートで金徳が決まるので、大きくじゃなくて強くでいいんだよね。ちょっと待ってね強くで強心臓ですね。これにしよう。牛丼食って体力回復するよね。まあ、まだちょっと把握はしてないんで、うん、大丈夫だよね。よしよしよし。これで友沢もど根性をかなり掴んで体力減る？減りそうだな。減るめっちゃ減る1% 刺激でバレンタインで回復するからちょっと刺激で止めておくか。技術がちょっと溢れそうな気がするから。バレンタインはルナちゃんか。まあ、ルナちゃんもねめちゃくちゃ経験点くれるからね。で一応見よう。まあワンタックなんでねここにいっぱいいるねよく見ればまあいいんだけど、ちょっとコントロールを上げていきますか。ちなみに精密機械って直撮りするとどうなの。まあ、140だもんね。ちょっときついよね。直撮りねできないレベルじゃないんだけどちょっときつい。技術を使わない金徳っていうか特殊能力なんてほぼないからね。まあ、根性とか投資とかそういうのになっちゃうからね。ガチュンはもういいでしょう。掴んで精神が足んないねやっぱり。リリースか。忘れないうちに掴んどこう。ポーカーフェイスはな友沢だしな。まあいいかこれで。だからあとはまた変化球があるからスライダーとかもういっか一応開けとく。じゃあカーブにしようで、お出かけしてルナちゃんと。でルナちゃんの2回目は体力をドカッと回復するんで、ココロちゃんのデートを進めていきますか。これで牽制をとりあえずもらっておこう。でここで打たれ強さももらっておこう。いいよな神高のキャラもっとスバルみたいに中二病になってほしいんだけどな。コツ取りたいね。コツ取るか。行こう。強化だし強化だったらいいでしょう。コツくれ。よし根性 OK。
根性どうする、一応置いとくか、精神がきついから。で吸血でいいのがなければちょっとデートで置いとこう。この量だったらデートして大丈夫だからね。これまんべんなくもらえるけど100ちょっとか。いやどうなの、200くらい欲しいんだよね全体的に。いや1回デートしよう、これ次にかける。悪くなるっていうこともありえるけど、それを恐れてたら強い選手はできない。心ちゃんの2回目、体力も回復する。ちょっともったいないけど、おおおコンボが来たね。これは見ないと分かんない、なんか言ってるけど、ちょっと今俺はネットを見てるんで何を言ってんだか分かんない。ああ、イザヨイさんの方で打たれ強さ、ココロちゃんで伸び2か。いやどうする、打たれ強さも潰したいんだよね。さっきの神高のやつだけだとさすがに潰せないけど、伸びもね2で取れるってことは1回掴んじゃえば伸びが5になる。これは悩むね。またココロちゃんだな、精神が取れるんでこっちにしよう。なんだこれ結構長いぞ。よし、さすがにもう調整はできない。おお、これで200くらい取れるね。ここで他も見ましょう。お、ここもいいね、敏将が取れんのか、なんで友沢だからここいいな。ちょっとコントロールの方が大きい気がするけど、敏将18取りつつっていうのができるね。ここは精神が取れんのか、精神めっちゃ取れんな。あ、ここにしよう、人がいっぱいいるから精神を取っておこう。デートして正解だったな。でまたちょっと練習をしつつ体力を減らして、体力が減ってきたらルナちゃんとデートをして回復すると、でまたデートとかで調整していきましょう。属性は神楽坂くん、キレだね。そう、あとキレか、ちょっと骸骨を揃えるのがきついかな。これを回復できるよね。どっちがどっちだか忘れちゃったけど、まだ属性は気にしなくていいんで、いいねいいね、回復できるね。コツ立川ね、ワンタックね、監督は大丈夫そうだな。立川からコツをもらっていこう。魅了、次練習して属性を変えたい。立川がなぜかコツをくれない。でリリーフのはずなんで、ここは投げましょう。変化球だけは自信あるからね、球速はないけど。これだったらあれかね、球速アピールでもよかったかな、コントロールアピールできたんですよね。いやーでも精神が足りないからちょっときついか。140まで持ってけるかな、140にはしておこう。でカーブと7にするのはね、やっぱりちょっともったいないんで、本当はね5にもあんまりしたくなかったんだけど。どれくらい上がるんだろう、その強心臓とかって。俺の中のイメージではさ、タイピン丸で変化球が1上がって、20丸で2上がって、強心臓だと3上がるみたいな勝手な妄想なんだけど。おお、これは危ねえ、打たれると下がるからな。てか打たれすぎだろやっぱり。おわ、おお怖い、本当に怖い。松野とか結構強いし、6番バッターのくせにこの能力かよ。なんで敵だとさ能力が強いの、みんなずるくない。
円卓とかそうだよね。味方めっちゃ弱いのに敵で戦うときみんな超強いんだよね。海道高校とかね、青道高校はやっぱりそれなりに強いけど、味方くんもここは属性を変えていこうかな。どうだろうな、ちょっと、いや本当に練習そのものが微妙だね。お出かけしよう。ちょっとルナちゃんでドカッと回復しよう。であとココロちゃんの回復ポイントもちょっと抑えておかないとね。毎回回復するんだっけデートで。ココロちゃん、ココロちゃんのデートを開いておくか。3回目は回復しなさそうだね。あでも投手で打たれ強さくれるんだ。なるほどなるほど。で監督はもう気にしなくて OK。 なんか本当に練習が微妙だぞ。どうするこれ、足りなさそうなの。球速か。まあもうちょっと先発キャラじゃなくていいんで、スタミナはほっとくとして、強奪か。強奪もね、こうなんていうの、その練習のさ並び順によってさ取れるキャラが変わってくるからさ、ここでいくとさ大市くん、いざよいさん、いざよいさんっていうかルナちゃん、神楽坂くんっていう順番上からだからね。でそうするとジャイロボールが多分優先されるんだよね。この量は一応練習ができる、刺激になりそうといえばなりそうだな。これは強化か。俺的には強化も悪くないんだけどね。神高低めがね。やろう、ほら魅了魅了ですかい。とりあえずじゃあ次スライダーを取っていくか。あダメだ、ダメだったか、失敗したな。あれはダメかめちゃ減ったひどい。さらに追い打ちをかけられた。うん死ぬねおとなしくとけばよかったか。もうずっとデートだなこれ。体力がなさすぎる。あの量ダメか。ギリギリダメだったんだろうな。よし13戻ったね。ココロちゃんとかはデートしてれば勝手に戻って、ルナちゃんは練習してれば勝手に戻るから、まあまあまあ気にする必要はなさそうだね。お回復してくれ。マジで超腹減ってんだよ。血が足りないんだよ血がここは2人ともあれだけど、別に選手キャラはね戻す必要はないからね。じゃあココロちゃん先に終わらせちゃおうか。4回目も回復はしないのか。3回目から回復しなくなってくるんだね。なるほど。おお、ただその代わり経験点がすごい。やる気は戻ってきた俺のやる気が戻ってこないけど、俺が考えた練習にしよう。体力が削られていく。そしてこのまま、うわ3人とかもう無理だよ。だいぶ予定が狂ってるね、あのぶった俺で。さてここはどう、なんかすげえいいんじゃね。よし一応かなり掴んだ。ちょっとメンタルをしておいてさ、属性だけでも変えとく。練習はそもそもメンタルしかできないからね。吸収、まあ吸収にしとこう。あちょっと待って、これなんか変わるっけ。
相談するやつね。相談のやつ。あれない。イベントを探すのがね、大変なんだよね。ちょっと待ってね。適正診断？違う、これはあれだもんな。勉強、主従関係、蚊のやつでしょ。で、スカウトさん助けるかどうか、お化け屋敷。あった。あー、内藤さんで強化か。あ、でも昨夜で体力回復できるな。これにしとこう。今はもう体力不足だからね。で、一応練習ができる。おお、3タック何回か3タック見てるのに。で、刺激になって、あとはまたデートで調整だな。よし、これでいい。完璧だ。戻ってきた。おお、体力を奪ってくる神高くん。1人。え、これは大丈夫でしょう。てかデートしよう練習っていうか寝た方がいいか。寝よう一回。おーおい体力が打たれた。しかもやるな神高。で1人。ちょっと待って、これもまた寝れる。あとデート何回。3回か。ちょっときついな。ちょっときついけどさ。1人だもんな。2人は止めたいよな。寝よ。さあ、そしているね。何人いる。1人か。まあいいや、友沢が止まるから。ただね、デートがまだ全然控えてるから、3タックにならなければデートするっていうかさ、コツがあるね。ただコツか。友沢がポーカーフェイスじゃなくて練習をしてくれるかどうかだね。頼む、経験点をくれ。ポーカーフェイスはね、さすがにいらない。コツか。で、3タック以上じゃなければまた例によって、あー、これはやろう。練習しよう。で、7月はもうマジデートだな。なんで立川コツをくれないんだ。うん、ワンタックだしね。てか、また喧嘩球が溢れそう。お出かけしてデートと。ルナちゃんの評価が、ここでこれかよー。これもずっとデートだと。もうどうにもできない。やっぱあそこでね、ぶっ倒れたところで流れが変わったね。まあそれは俺の管理ミスだからしょうがないんだけど、負けたくないからな。スタミナ43か。コントロールはあるでしょ。ちょっと待ってね。269も使うのか、このままだと。まあ、もう1は欲しいよな。これ無理だな。脅威の切れ味も低めもないのか。このままでいくしかない。やっぱり負けないことっていうのはね、第一条件だからね。モブキャラで打っていくしかない。バンプは確かなんかミートとかね、パワーが打力が結構強かった気がする。一般モブキャラの。3点取られてる。多分あれ俺だな俺の自責点だな。ほらね、あれ、そりゃ変幻自在クリスマスがあれだったからコツねえやよくよく思ったら
でもまあ変化球で固めてきてるから直取りできるかな。まずここでタイピンを掴んでおく。これは絶対条件だな。変化球だけには自信がある。ちょっと外してシンカーをギリギリ低めいっぱい。よしで高めで振れ。振らない。スライダーを入れよう。おお、ちょっとあんまり際どいとこ狙えないぞ。オッケーオッケーオッケー。よし、でルナさんも評価乗ったね。ね、無理なんだよ。だからあれ待って、デート2回いけるか。また死ぬっていうことは死ぬんじゃないか。デート2回したら死ぬとかやだよそれは。しかし俺は女に生きる。変幻時代諦める。もうだってドクター K 失敗してるからね。次のメーター次第だな。全員操作でいって変化球ポイントがどうなってるか。161使って緩急がそもそも80だからな。次のデートもまた悩むね。2回死ぬっていうのはもうそもそも1回死ぬだけでも相当なマイナスなのに。おい、点取られすぎた。そろそろ降板してそうだけどね。ただ須藤君は打ちやすいから回ってきてくれさえすれば点は取れる。こいつもねミート高いからね。だいたい3失点がお決まりだな。さてデッドできるか。あ、死ぬわ。マジ死ぬわ。諦めるか。ルナちゃん止めとこう。攻めてで甲子園で3回練習するか。街道とか無理だ。無理ですわ。お一人だね。いやーなかなか難しいね。もう少し頻繁にデートをやっぱり進めていかないと。デートがねやっぱ詰まるんですよね後ろに。あのカラデートも痛かったね。カラデートがなければだって完走してたでしょ。そう考えるとやっぱカラデートなしっていうだけでも優秀だよね。心ちゃんがカラデートあるのかないのかよくわかんないけど。第2球投げました。絶対強烈な当たり。ボールはセカンドへ。だいたい先制されるなこいつは。右バッターボックスは4番内藤さん。内藤さんちょっとミートが小さくて無理。あ、そうだ、友沢いるんだ、忘れてた。あ、待て平山くんもパワーはだってあるからね。みんなが塁に出てくれればあとは俺のこの打撃力でなんとかする。矢部くんもね、矢部くんもいいよ。チャンス×とはいえ投球は3球目投げました。完全に外れた。ボール2ボール1ストライクバッティングカウント。だいぶボール、これは完全なボール球。ボールだね。3ボール1ストライク。ちょっとフォークはやだ。さあ6球目打ちました。いい当たり。これはヒットになります。あとはこったね。最悪精密機械はいいとして切れなんだよね。もうちょっとコツを取れないことを想定して守備練をやるか。負け運なんだこいつ。服部君ストレートは外れてもカウントワンボールワンストライク。
ちょっとずれるね、やっぱり加速が。そう考えるとやっぱ友澤いいよなマジで本当つってか今の俺それとも別の人。投球これから2球目打った当たりはクリーンヒット。やべ、ヒットを放ちました。バンプラオモ、ここからの打線がマジ強いわ。来た、行った、はい、バンプ、バンプ。さあ、あと俺何失点だ。5 自責点5回。見て1人だから立川、そうだね、立川だね。くーださい、重い球。怪盗って伸び2だといくつなんだ。怪盗はねもうマジで重すぎるよね。強心臓、まあ、置いとくか一応。脅威の切れ味これ無理だな。臨床ポイントは足りない。怪盗343-259とか異常でしょう、まあ、重い球取って、まあ、ど根性も取っとこう。一応要所取ってこんなもんか。ちょっとちぐはぐだねコツが。神楽坂くんも結構数が多いからねっていうか、マジでさ、なんなんこの点取られるやつ。まあいいんだけどさ。1点返してこっからよ、こっから。ひっくり返すよ。4番は内藤さんなんだね。友澤でもいい気がするけどパワー重視で来てんのか。ライナーか。ツーシームだったからね多分さっきの。それで軌道をずらされたかな。カウントはツーボールノーストライク。投球はこれから3球目。打った、これは強烈、入れば逆転だ。よし、ナイス、さすが。また塚田打線、塚田打線。ツーアウトランナー2塁という場面で打った、初球打ち抜けた。塚田ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。打ちました、痛烈、左中間また5展開。平山くんもまあ悪くない。6番まで悪くないのかな。7番ってどうなるんだろう。まあお目にかかることはないけど。ちょっと8-10って。8-10って。初球から掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。点の取り合いだな。投げた、危ない球、投げました、危ない球、あ、しまった。そう、フォークなんだよ。アウト、バンプ、なおもチャンスが続きます。投げました。これはちょっと無理でしょ。第2球、投げました。あー、シュートか。取りました、これです。いやー、危ないね。9点も取られてるわ。俺、自責点7とか投げすぎだろ。とっとと引っ込めろよ。どうなんだろうね、自責点がいっぱいあっても長く投げた方が経験点になるのかね。よくわかんないわ。ダブルタック特にコツもない。15でしょ、無理だよ。脅威の切れ味取れるだけの敏捷ポイントがない。円卓だね。もうこれもバカスカ打ってこう。さて、じゃあスライダーも5にしておいて、第2変化球を取っていくかどうかの、待ってね、まず巨神像絶対取るでしょう。球の切れ味無理でしょ精密機械取るでしょ。こんなもん、垂れ強さは一応置いておこう。伸び、まあ、せっかくあるから
つかんどこう。で、変化球ポイントが余ってるといえば余ってるけど、そうだね、球速を145くらいに持ってきますか。精神がやっぱり足りなくなってるね。ルシファー枠がマジで欲しい。そしたらね、この編成でいくと神高をね、ルシファー枠にできるんだけど、結局低め組んなかったからね、神高も。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で平山、今日の第一打席はスイングアウト、投げました。スライダー、入っては来ないか。膝元外れます。カウントはワンボールワンストライクです。引っ張った、スタンドに入りました。ファール。投球これから4球目。しまった。打ちました。アーサー丁寧に掴んだ。バンプ、ここは何とか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で平山、今日はここまで3打数ノーヒット2三振。投げた、ボール、完全なボール球。カウントは2ボールノーストライク。投げた、ボール、ボールか。カウントは3ボール。よしよし、まあ、最悪満塁でもいいけど。投げた、ここは選んでフォアボール。下位打線だからね、宮田君パワー C あるといえばあるのか。リベンジ持ち。ああ、うまくいけば今の持ってけたな。第2球どう、逆転サヨナラ満塁ホームランとか長。こいつ超ヒーローだよねマジで。吸血鬼、これ吸血鬼なのそもそもこいつら。設定がわからん、青いやつら。まあ、俺もよく自責点1で下ろしたよ。監督の好判断だな。ブーとか。もうこれは中継ぎでいこう。そうだね、やっぱり敏捷ポイントをくれるキャラとかも欲しかったかな。そうすると結局あ、タイピンくれんの。調べてなかったわ。もったいなかったね。経験点はね、まあまあ悪くないんだけど。タイピンくれるのかよ。俺はもうあれだね、反面教師だね、反面教師として。強心臓を取るときはタイピン置いといてくださいっていう。で、変化球ポイントがあるっちゃあるからね、どうしようかな。500か。もう一球種持っておく。緩急をつけるためにチェンジアップを1にしておこう。で、あとね、これよくあるのが手応えなんだよね。これが結構使えるんだけど、ちょっと待ってね。だったら、第2、ストレートをもらってもいいかな。ムービングファストか。よし、これでいこう。で、筋力が結構余ってるから伸びを掴んでおいて、尻上がりはな、別にいらないからな、そもそも。速球対抗心だね、あんまり球速速いわけじゃないから。あれ玉か。あとはじゃあまた球速上げておくか。で、取れるもの、取れるもの、これ取れる。あとなんかポーカーフェイスはいらない。バント封じか、これにしよう。ちょいちょいちょいと余ってるね。スタミナを上げるか。はい、というところでね、まあ確かにね、ちょっとルナちゃんとココロちゃん、まあ相性はね、悪くないと思うんですけれども、今回あの途中でね、あの吸血をミスったのが痛かったですね。あそこで結構流れが変わったのと、ルナちゃんのね、カナデートがね発生しちゃったんで金徳が取れなかったのと、敏捷ポイントが足りなかったのと、ちょっと反省点はかなり多い、サクセスになってしまったんですけれども、まあね、ココロちゃん、かなり強いキャラになります。そうだね、あと最後のタイピンだね、タイピンも取っちゃったから、強心臓、接心ポイントね、ちょっと無駄になっちゃいましたけれども。いや、ほんとダメダメだな今回。
まあそれでもね、ここまでの選手は作れるので、本当に、心ちゃんは強いと思います。俺は持ってないんで、使いたいときはお借りするので、その時はありがたくお借りさせていただきます。はい、じゃあ今日はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。